またお前か。いや、今夜はあんたたちに絡む気はないんだ。俺はお前と勝負してみたい。面白そうな取り合わせじゃないか。どういう結果になるか興味津々だぜ。そんなわけで思い切りやらせてもらうよ。いろは坂の本当の攻め方を見せてやる。地元で負けたのはショックだけど、いい体験させてもらったぜ。